横江さんはその解散というののあり方というのは、まあ、どうあるべきどうなりそうというのはどうですかあの例えば今ねちょうど話があったように今その政治資金で問題があるところ問題がある選挙区にも立憲は全員まだ立ててない状況ということは、うん、反対に今問うというふうに言われてもどうしても立憲はまだ選立憲だけじゃなくてその政権交代を起こすためにはいや野党の方はあの準備不足ということにも なってしまって政権交代までは多分行かないだろうというふうにも考えられるわけですよね。とちょっとまだまだ準備不足があるところでやはりその野党としてでやっぱりその総理大臣をされ,てるされたという経験もおありなのでやはり野党、この立憲をどういう準備を反対に今、していくべきな、うん、だとかそういうことはどのようにお考えでしょうか。 今、多分ね。まあ私、執行部じゃないですか正確な数じゃないですけど衆議院の候補者で180人台まではいってると思うんですね。で過半数を狙うんだったら233200は少なくとも超えていかなきゃ裏金に全部ぶつけるってことできないだってなんといっても萩生田さんのところだってまだこういうことですよねそうすると最低200は出す超えないと政権運動っていう資格はないと思う。 でも単独ではなくてもね、自民党、過半数割に追い込めるまでのやっぱり数は整えて、他の野党とも合わせればね、自民、うん、は単独過半数もあるというところまでは、少なくと思っていかなければ、6月の解散があるとすすると思いますね、うん、今でも6月解散だったら、過半数割れまでは追い込めるっていうような感覚ですか。それは可能性出てきたと思いますね ただ、政権交代っていうとそれこそまあ要は単独案数は取らないだろうから今の感じだとまあ要は野党でね連立組んでいくしかないんですがとなるとまあ維新、ままあまあ国民とかねでもしかしたらじゃあ共産も一緒にっていうことになるんですがこれ、非常に難しいですよね今の段階だとこの野党が連立して政権を取るっていうのはどうですか、うんうん、まあ、だからテーマを何にするかですよね。 あ,あるいはそ,のそれぞれの議席獲得数がどれぐらいかによっての組み合わせもあるまあ議席数によって全く違いますけど議席数がもしぎりぎりだった場合、まあ、共産党と組んでも政権交代は起こすすべきだっていう考えですかそこはです、ね、同じ政権を作るというところはなかなか難しいんじゃないでしょうかそれはやっぱ難しいんですか。 それはやっぱり外交安保、憲法などなど、うん、基本的な政策のところは,、うん、そは争点に仮にそこはならなくても、うん、政権運営ではねどうしてもやっぱり関わってきますしその意思決定に影響しますんでね一方であの維新とのまあ連立っていうのはやっぱり多分ある程度必要で維新が向こうについちゃったらねいくら関数割れしてもまあそれなりに維新も議席する。 まあ50なのかもうちょっと少ないのか多いのかやっぱりキャスティングボートを握る可能性あると思うんですけれども維新ととのの連立ってていうのははままだ可能性はあると見てますか野党第一党と第二党がその可能性がないと言っちゃったらこれはもう。 うん、あの厳しいですよ選択肢の中で野党と一体と第党がいろんなことでねうまくいってないこともあっても、うん、うまくいってるところを見出していきながら、うん、選挙については協力できる体制は常に持ってなければいけないとこの横江さんはそういう,こう野党のまあ合唱連行的なものっていうのは、うん、まあよくねあのヨーロッパとかドイツとかね、まあ、こういう連立の組み替えっていうのはよくあることなんだけども。 この日本でなかなか、ね、難しい側面もあると思うんですけども例えば小沢さんが作った7党会派あっという間に崩れちゃったりとかあったと思うんだけど、まあ、民主党政権が何が良かったかというと単独で関数取ったからなんですよね、うん、2009年は。うん、ま今回、なかなか難しいとなるとなかなか、ね、そこはやっぱいろんな政策の合意とかっていうのハードルもあると思うんだけどもどういうふうにやっていくべきっていう。いやこれ ここが多分一番難しいところじゃないかなと思う。今、うん、の祝賀なんですよ今のね細分割している。今はその問題がいくら自民党にあったとしても、うん、やはり変わる野党がないっていうところでやはりその自民党があぐらをかける状態っていうのはう、ね、やはりあると思うんですよね。うん、そうするとその野党があのまあやはりどうにかしてもらわないと。 いいいけないっていうでどうからそのもっとちょっと変な話なんですけどその民主党議員がその最初政権取った時とかっていうのがあ,あまりその中間管理職の経験者がないっていうかやっぱりまだその理想だけを掲げてもいい,いい議員が多かったのかなっていうふうに思うんですよねそれでちょっとその中間こう分裂もしやすい。うん、で そこ,でまあ、そこも経験して今があるので、まあ、そこでこそ野田さんなんかはそこをもう痛いほど経験されてるとこだと思うんですけどそうするとその私たちがやっぱり作っていかなきゃいけないから作ってもらわなきゃ困るとかではなくてやっぱりど,どういうふうにしたらそういう方向に向かえるし向かってるっていうふうにこう国民が見るようになるかっていうような青写真みたいなものはあるんですかやっぱり12年前はまだ 政権運営に就職しててなくてねうん、うん、初めて政府に入った人もいっぱいいたじゃないですかうん、うん、でもまだねまだその時の大臣副大臣政務官経験者が残ってますんでうん、うん、やっぱり時は経ちましたけどもその時の経験を生かせるメンバーが残ってる分あの反省をもとにドライバーも2回目振ればちゃんと飛ぶだろうということはあると思いますね。 今ね自民党内って若手が跳ね返らないというかものは物を言わないと、うん、あのいうことで非常にまあ批判もされてるけれども僕民主党だったらどうだっただろうと思うと、まあ、野田政権の最後とかね、まあ、選挙が近かったのもあるけど、うん、まあでも今もまあ遠くはないなもうバラバラでもうみんな内部で批判し合って、うん、まあひどかったと思うんですよ。でもしだから自民党内はやっぱそうならなってないんですよね。うん、それはだから まあ元気がない何やってんだっていう批判はもちろんあるし僕もそう思うんだけど一方で党としてのなんかある意味の一体感っていうのは大したもんだっていうかっていう部分もあるんですよねこの辺りのバランス感覚っていうのは野田さんはどう見てますか今のちょっとでも自民党はですね改革マインドがなさすぎるないますよねこれだけのことが起こってて、ね、これだけのことがこってやっぱり三十年前の政治改革国会を見てます当時の若手のね 石破さんとか岩屋さんとか船田さん。とかまあそれこそ鳩山さんとか、ね。鳩山さんとかね、うん、岡田さんとかね。あのう、自民党の人たちも、あの離党も覚悟で。うん、本当にあ,あるべき政治の熱っぽく語ってたんですよ。はいはい、そうですね。 で言い訳として中身はいろんな議論があると思うんだけど熱っぽく語ってる節が全くないっていうのがそうだなあと政策論じゃないですねこのお金の話っていうのはね、えーえー、もっと大切かなあの,あの時は、ね、消費税とかね、うん、さそれこそあの竹村さんたちのユートピア研究会で、ねうん、透明度のためにどれぐらい金使ってるのか、うん、全部一緒公開したじゃないですかしましたね1億円とかねでいろんなことみんなチャレンジしてましたね、うんたうん、そういう動きは全くないですよね、うん それはまあ元気ないしダメだなととは思うところですよね例えばできることとしてねやはりその民主党で、まあ、今まだ数は足りないとしてもあの時民主党で一緒になった人たちですよねでも今その一緒に閣僚をやった人たちも違う党を。その 教育を考えるですとか国民にってばらば党になってますまずその辺りがこうやはり一つになっていくっていう動きは必要じゃないかなと思うんですけどうん、うん、でまたその一つの求心力にやっぱり総理大臣された野田さんなんかはなれるんじゃないかなと思うんですけどいかがで私か,、まあ、確かどうかは分かりませんけど、うん、ただやっぱりかつての政治改革国会を経験した人たちは。 あの今の政治家特別委員会、メンバー、私、手を挙げて入ったんです、うんはい、いないんですわ、その頃のメンバー、自民党にも公明党にも。そうか、岡田さんぐらいかと。あいや、政治家特別委員会のメンバーですよあ、特別委員会、まあ、岡田さんにでしょうね、ん、そうですね、えー、だって自民党だと鈴木圭介さん以下ですよ、もっと若いんこれはね、せっかくかついろんな経験した人たちいたの、都海さんとかね、政治家の立場でいらしゃけど。うんうん ああいう人たち、石破さんだっていいじゃないですか。ああ<ー>、うん、それたちが入ってこないこ、ね。入ってきてもどう言えばもう少しで、ねうん、積極的じゃなくてあるべき論の議論できんじゃないなそうですね。公明党もだったあの時の一年生多分石井健さんとかで、ね、赤羽さんとか。そうかそうか。まだいっぱいいるん、うん、にぞ、ね。いるのに、その人たちが出てきてないんですよ特別会に、うんうんうん。なるほど。 そこはやっぱりね、ちょっと人選を書くとよく考えてもらった方がいいなと思いまうんです若い人もチャンスを作った方がいいと思うけど、うん、あの時の経験した人たちをもっと使うべきですよね、うん、確かに石破さんとかね、あのなんか政治改革大綱に戻れとか、自民党内で言ってるけど、えー、与野党協議の場合には全然出てこないですもんね。うんうん ただね、まあ、まさに今横江さんが言ったように、まあ、もちろんその平場も議論も大事なんだけれどもやっぱり野党がもう今のうちからある程度こう連携を積め例えば今回の政治資金の問題だって維新が自民党案に賛成してね、うん、まあもちろん何らかの修正はするんだろうけどみたいなことになるとやっぱりその後の選挙後の、ね、座組にも僕はやっぱり間違いなく影響すると思うんですよ。うん、そういうのはやっぱり、まあ、ある意味防いでいくっていう中でその過去の経験とか。 まあゴルフもさっきね二度目はちゃんと振る触れるって言ったけど、私二度目もダメです。何だっそこでそういうこと言っちゃダメですよ。野田さんが割とまあ僕はねやっぱそれ今泉さん頑張ってるってのはその分かるし、だけどやっぱり党内には泉さんまだまだ力不足だっていう批判はこれ間違いなくある。まあ野田さんがねやっぱそこでこう一肌も二肌も脱ぐっていう覚悟がねあってしかるべきじゃないかと思うんですが、そこはいかがですか。 だからみんな勘違いしてるんですよ。根本的な奇襲と速度が全ての作戦だ。うん、中立でなければならないって建前になってると。